日本ハムの栗山英樹監督は10日、ドラフト1位の清宮幸太郎内野手を、出場選手登録から外し、再び2軍で調整させることを明らかにした。東京ドームのソフトバンク戦後に、もともと、この2試合のつもりだった。今はやるべきことをやる時期。今年中に1軍で活躍してくれれば、と話した。清宮は9日に約1ヶ月半ぶりに1軍再昇格し、2試合で2打数無安打、週4球だった。時事通信社。